大阪メトロ今田鉄次線の清水駅であります。こちらの改札はですね、今田鉄次線の方はですね、1箇所しかないんですけれども、こちらの改札は3箇所になります。そして券売機もこうやって2つ、かつてはこちら1つだったんですけれども、このように定期券の買えるものが1つと通常の切符カードが買えるものが1つという形になりました。その清水駅からなんですけれども、180円区間は関目生育までと大道豊里まで、そして谷松線の千枚大宮の方も180円で乗ることができて、森口も180円で行けるということなんですね。いつもであればですね、その上にある清水4丁目の交差点から歩いてくるんですけれども、ちょっと、今はですね、外が暗いということで、今日はですね、この改札前からということになるんですけれども、京阪沿線のとある駅の方まで歩いていきたいと思います。まずはエスカレーターを登って清水4丁目の交差点を過ぎてきます。こちらがですね、夜明け前の清水交差点、いわゆる清水駅前になります。遠くにですね、三日月が浮かんでますね。手前にコインランドリーのですね、あるんですけれども、そこから右へ曲がってくると、カーブをですね、何度も曲がることになるんですが、京阪の千林駅の方へと向かうことができます。いわゆる千林商店街方面ですね。で、ここはですね、信号を渡ってですね、いわゆる内環状線国道479号線沿いを進んでいくことになります。バス停の手前には清水駅前有料駐輪場、いわゆるですね、このようなコインロック式のですね、駐輪場があって、飲み物の自販機があります。その手前に清水2丁目のバス停があるということですね。そして清水2丁目のバス停を過ぎた右手の方にはファミリーマートの清水2丁目店があります。こちらが極東中学校前北のバス停になります。その手前の方に極東変電所の門があります。極東中学校前の交差点に来ました。このようなスクランブル信号なですね、交差点になっているんですが、そのスクランブル交差点は信号を渡らずに右の方へと曲がってきます。すなわち新森中央公園、新森公園前方面へ向かうということですね。かつては大阪市交通局時代に支線27号、そして幹線86号系統が走っていた道路をですね、今は歩いているということで、今は西の方へと向かっているということですね。左の方に目を向けるとちょっと暗いんですけれども、ちょうどですね、公衆電話があって、新森中央公園を、左に見ることになります。そしてここから新森商店街の方へと入ってくるということになります。すなわちですね、ここからですね、トラック状にですね、この道路がですね、なっていて、その左側手の方、新森中央公園の正面側の方に新森公園前のバス停も見えてきます。あとはこちらの新森商店街の方をですね、進んでいくと森小路駅の方へと向かうんですが、道中にですね、緩やかに右の方へとカーブしていくということですね。先を見ると右斜めの方にファミリーマートがあるんですが、この辺りはですね、電灯がありながらもですね、全くついていなくてですね、ちょっと非常に歩きにくい、そういう環境ですね。この辺りに来るとですね、少し明るくはなるんですけれども、今ですね、その VVVF の音がですね、聞こえたかと思うんですけれども、もう間もなくすると森小路駅の方へ着くことになります。京阪森小路駅の東改札の方へ着きました。この東改札の方はですね、改札が2つあって、この券売機がですね、切符がですね、1つしかないんですよね。そしてこうやってですね、道路の通路の方がですね、ちょっと大変狭くなっていて、こちらの方はですね、いわゆる京阪本線のですね、いわゆる線路下のですね、地下道になるんですけれども、道幅の方は非常に狭いんですね。そしてこちらの車道の方は、いわゆるですね、反対方面、いわゆる極東中学校方面への新森公園前方面への、一方通行ということなんですね。大阪メトロ今田鉄次線の清水駅から森小路駅の東口まで来たんですが、時間にして18分51秒、距離にして 1.5 キロ、
1983分の131キロカロリーということだったんですけれどもね、まあ、道中はですね、まあ、新森、特に新森商店街、まだ夜明け前なんですけれども、電灯がついきながらもですね、全くついてなくて、ちょっと歩きにくいという環境だったんですけれどもね、まあ、明るくなればですね、その商店がですね、立ち並んでいるところもはっきりと見えてくると思うんですけれども、まあ、この明け方の風景はですね、ちょっと変わった雰囲気をしているという印象ですよね。そしてこの森障子駅、まあ、ここはかつてはですね、83号がですね、幹線33号が通っていた、ロードですけれども、今そのバスが通ることも昔のこととなって、上の方のホームがですね、シーンとですね、電車を待っているという感じですね。今回は大阪メトロ今田水線の清水駅から京阪森障子駅東口までを歩いてきました。